最終指揮に支援部隊ブルールーセル人生この家に南部の吸血鬼が停電している皆さんどうかお気をつけて吸血鬼を見かけても絶対に近づきすぎないようにしてください我々ブルールーセルはあなた方を吸血鬼やゾンビから守るために来ましたですがブルールーセル左にクイズの方向をすぐに確認しろ我々は皆さんを守るために来ただが皆さん自身もこの混雑具合だどうか自分自身の幸い自分を守ってくださいあなた方が自分を守ってくださっている間に我々ブルーロン隊が必ず駆けつけます立ち止まらず前に進み続けてくださいブルーロン隊左への確認を急いぞテレーションを構え一斉に挑戦しよう皆さん我々ブルーロン隊が手に持っている声はゾンビや吸血鬼たちを一時的に沈静化させるものですですがそう長くは沈静することができない一斉おとなしくなっているゾンビや吸血鬼ですがすぐにあなたを襲えるでしょうおとなしくなっているゾンビや吸血鬼を見かけたら近寄るのではなく必ず距離を取るようにしてください皆さんゾンビから十分に距離を取ってくださいゾンビに近づかず決して触れたり刺激したりしないでください皆さん周りをしっかりよく見てくださいすぐ近くにゾンビが来ているかもしれません聞いてくれ我々はアラ隊長を率いる治安部隊ブルーロン隊私は分隊長のネオだ皆さんこの場の指揮は私が取らせてもらう皆さんは今現在どのような状況にあるか理解していますか皆さんに聞いています皆さんは今現在どのような状況にあるか理解していますか理解していないものは手を挙げてくれちらほらいるなそれで皆さん皆さんの身は危険ですいいですか今現在あの隊長の歌の力によってゾンビは今沈静化状態にあります奴らに襲われたらどうなるかご存知ですかでは、そこの君、ゾンビに襲われたらどうなるか、わかるかな？私は恐れなくてもいいんだぞ。恐れるのはゾンビだけでいいんだ。いいですか、皆さん。簡単です。奴らに襲われたら、ゾンビ化してしまうんです。いいですか？ですので、決して、近づかないようにしてください。わかりましたか？近づかない。そして奴らに触れない。そして奴らは呪いの言葉も使います。いいですか？奴らの呪いの言葉は、奴らの仲間を集めるための口実です。決してその呪いの言葉にも耳を傾けないようにしてください。我々ブルーロン隊の指示に従えば、皆さんの身は安全なんです。いいですか奴らに襲われそうになったら我々ブルーロン隊を呼んでください
その際は皆さんどうするかご存知ですか。知らない者は手を入れてくれ。奴らに襲われたらどうするか対処法を知ってますか。皆さんいいですか。皆さん奴らに襲われそうになったら大きな声でブルーローズと叫んで我々ブルーローズ隊を呼んでください。わかりましたか。いいですか。奴らはいかなる時も油断はしてはいけません。どのタイミングで襲ってくるかわからないんです。決して油断はせず警戒を怠らず引き続き安全な行動をとってください。にいるメガネのあなた、あなたゾンビに何を言われたんだ。部族のゾンビに火祭りだと言われた。それで何か返事をすることがあるんですか。イエーイ、火祭りする側に回ったというのか。かなり危険な思想だな。そしてその後どうなったんだ。満足げに帰ってくれた。なるほど、彼に大きな拍手。彼の話では部族のゾンビが血祭りだと襲いかかってきたが、それにイエーイと乗るとそのゾンビは満足げに去っていったと。さっきも申し上げたが、ゾンビは生前人間だった頃に何らかの思いを残し、その未練を回想してやることで少し呪いが解除できる、こういった考えがある。しかしその考えが確信に変わってきているな。そのゾンビは、少なくともその部族のゾンビは、あなたのおかげで呪いから解放できた可能性がある。ありがとう。こうやって少しでも、この場からゾンビを減らせればいいんだが。では他に、ゾンビと手が上がるスピードがどんどん速くなっているな。では、そこの白いあなた、足を外そう、君でいい、そう。君は、何を言われたんだ。今日何曜日と言われた。そして君は何と答えたんだ。木曜日。今日木曜日だと思ったんだ。正解だ。今日は木曜日。そしてそのゾンビはどうなったんだ。叫んで逃げた。何と叫んでいた。ひゃーって叫んで逃げていた。そのゾンビは木曜日が嫌いなのかな。そうか、よし、有力な情報だ。ありがとう。彼に大きな拍手を。ゾンビの中には木曜日をやたら嫌っているゾンビがいるようだ。大きな声で木曜日と叫んでおこう。いくぞ、せーので。いくせーの、木曜日。大きな拍手。きっとこれで木曜日が苦手なゾンビはここから離れていったと思う。ありがとう。おかしい。何やら頭の中にアド隊長の歌声が聞こえる。もし呪いを受けた自覚がある者はこの頭の中に響くアド隊長の歌声に合わせ踊っておいた方がいいぞ。そうすることにより体の中から呪いが消え、そしてゾンビが吸血時間を遅らせることができるかもしれない。そう、今私に謎のハンドサインや手を振り続けている方も何らかの呪いの可能性がある。踊っておいた方がいいだろう。そしてないことを願いたいが、再びアド隊長の力を借りゾンビたちを一斉に沈静化させるためオペレーションを開始することがある。そういった時にも
呪いを受けた者は率先して踊るように眠る。私は率先して皆様を盛り上げたいと思っている。このアド大将の作戦の成功には皆様の協力が必要不可欠だ。なぜならアド大将の歌声は皆様の応援でその力を増し、ゾンビや吸血鬼を沈静化させる力が、作戦を成功に導く力が増加するからだ。そしてゾンビや吸血鬼の中には、こうやって盛り上げてくださる皆様の姿そのものに反応している、といった報告も受けている。先ほどの少女や男性のように、その美しい魂ゾンビをその呪いから解放できる皆様の中にも、はみ出す魂がそういった効果を持つ者がいる。こういった事例の報告は少なくない。アド大将の力だけではなく、皆様自身がこの状況を打破できる、その可能性を秘めていると私は信じている。再びオペレーションが開始された際には、皆様に全信頼を置いて盛り上げさせていただきます。その際はぜひよろしくお願いいたします。またいつ暴れ出すかは分かりません。引き続き警戒を怠らないようどうかよろしくお願いいたします。Thank you.
まずいぞ。諸君、緊急事態だ。皆さん、聞こえましたか？了解。気をつけて。ゾンビたちを鎮静化する。了解。皆さん、あの隊長の言葉は聞こえましたか？気をつけてください。ゲストの皆さん、危険が迫っています。十分ゾンビに気をつけてください。気をつけてください。噛みつかれたらゾンビ化し呪われてしまいます。隊員たちの指示に従ってください。皆さん、我々の指示に従えば皆さんは安全です。しっかり我々の指示に従ってください。そこに行っているぞ。消防クッチル離れてください。そこに行っているんだ。離れて。後ろだ。安全確保。そこら中にゾンビがいるぞ。皆さんも警戒してください。皆さんの背後にゾンビが通るんです。たまに振り返ってゾンビがいないか確認してください。はい、消防が来るぞ。こっちからも来る。そこに一頭いる。こっちからも来るぞ。離れてください。距離を置いて一頭来る。後ろだ。道を開けて。道を開けろ。我々の指示に従ってください。道を開けて。後ろだ。道を開けて。おい、こっちだ。この銃の効果は一時的なもの。また凶暴化する。離れてください。皆さん、もう少し我々の指示に従っていただけますか？聞いてますか？もう少しゾンビから離れる危機感を持ってくれ。そこにも行っているぞ。全部見えてるからな。道を開けて。車の声、俺が全て愛してやる。そこだ。無事から続いてくるぞ。離れて。気をつけて。道を開けて。来るなら来い。俺が相手だ。なんだ、俺が怖いのか？弱い者ばかり相手しないで、俺でも遊んでくれよ。離れて。道を開けて。もう少し距離を開けて、宇宙に下がって。ここにいる皆さんは、あの隊長の歌の力はご存知ですか？知っている。皆さん、聞いてますか？私の声、聞こえてますか？聞こえていたら手を挙げてくれ。もう疲れたのか？なら体力はまだあるな。では皆さん、アロ隊長と一緒に踊って歌い、奴らを沈める沈静化作戦に協力していただけますか？協力していただける者は手を挙げてくれ。そこの二人は協力してくれないのか？協力してもらえる。なんだ、どこ見てんだよ。私の顔を見てくれよ。皆さん、こっちも準備しよう。さあ皆さん、隣と肩と距離を分けて踊るスペースを確保してくれ。
少しでもいいパワーを分けてくれ。ではこの中でアロ隊長の主張、踊れる方いたら手を挙げてくれ。なかなかいるな。では前へ出てきて、前へ出てきて踊ってくれ。少しでもいいからパワーを分けてくれ。踊れない者は手拍子、自分なりで踊りでいい。少しでもいいからパワーを分けてくれ。だが油断するな。あの隊長の号令がかかるまでもう少しの辛抱だ。それまでみんな何とか耐えてくれ。サイレンが鳴った。もう少しの辛抱だ。皆さん、私の声が聞こえたら私の周りに集まってきて、ゾンビたちを沈める、ゾンビ人生が作戦に協力してください。集まってパワーを分けてくれ。いえ、皆さん作戦開始だ。一緒に歌い踊り、奴らを沈めよう。準備はいいか。演じろ。少年少女もパワーを渡してくれるか。若いエネルギーを渡してくれ。大きな声で叫べ。大きな声で叫べ。シャリーだ。素晴らしい。大きな声で叫べ。シャリーだ。いいぞ。最後に叫べ。アロ隊長の歌、そして皆さんのエネルギーのおかげで今奴らの鎮静化に成功しました。自分自身に大きな拍手を送ってくれ。そして前へ出て素晴らしいエネルギーを分けてくれた者たち、彼女たちに大きな拍手だ。エネルギーを分けてくれることは者たち、私から大きな拍手を送ろう。皆さん本当に素晴らしいエネルギーだったぞ。皆さんのおかげで奴らを沈めることができた。だが決して油断しないでほしい。奴らはまた凶暴化して皆さんを襲ってくるかも分かりません。引き続き警戒を怠らず安全な行動をとってください。いや皆さん本当に危険な状況でした。
皆さん作戦にご協力いただきありがとうございました。皆さんお怪我はありませんか？大丈夫ですか？ぶつかって怪我をしてませんか？大丈夫ですか？僕の声聞こえてますか？聞こえてたら手を挙げてくれ。ありがとう。皆さんの笑顔がまた見えて私も嬉しいです。ふざけたやつがいるな。なんでお前がここにいるんだ。なぜ人間のゾンビがここにいる。早く帰れ。ゲストの皆さん立ち止まらないように。皆さん移動しないんですか？移動しないんですか？ここが安全だから。そうなんです。我々の近くにいれば皆さんは安全なんです。ですが我々を狙って奴らもここへ襲ってくる。決して油断しないでくれ。分隊長、ここにいる皆さんは安全な場所が分かっております。我々の近くにいれば皆さんは安全だと逆に勘違いをしてしまっている。そこら辺教えてやってやってください。引き継ぎを受けました。ここにいる皆さんはここにいると安全だと勘違いしていると。確かにここには我々ブルーローズ隊がいます。しかしだからといって安全というわけではありません。このように近くまでゾンビはやってくる。ゾンビから離れて気をつけてください。ゾンビはとても数が多い。皆さんがここに集まっているとゾンビたちも集まってくるかもしれません。このパークに安全な場所がないのかもしれません。しかし我々の目の届く限り皆さんは必ずお守りいたします。ゾンビから離れて。
奪われました。だがそれを取り戻すチャンスはここにある。裏の買い物をよくしっかりできて、チャンスは一度きりだ。取り返しがつかないことになった。あの時の状況を思い出せ。互いを援護しろ。何をしっかりしてもこの作戦必ず成功させるぞ。それが亡くなった部下、友人、そして家族を守らないことになるんだ。ジャスの皆さん、ジャスから距離を取ってください。ヤツらに触れると大変危険です。ゾンビ化してしまう。一体こっちへ来るぞ。位置を受けて離れてください。急だ。俺が相手だ。こっちだ。待てろ。道を出て通るぞ。ここにも一体いるな。まずいぞ。ジェットが大手に取る。イエスラの行動範囲が広くなるぞ。ブルーのサイン警戒しろ。ヤスラの行動範囲が広くなる。また一体こっちに来るぞ。ジェットの皆さん気をつけて。気をつけろ。そこに一体いるぞ。ブルルーサイ警戒しろ。ヤツらの行動範囲が広くなってる。警戒を行うな。皆さんの背後にいる。こっちだって確認してくれ。そこだ。弱い者ばかりと遊んでないで、俺とも遊んでくれよ。ゾンビから距離を空けて離れてください。危険だ。もう少し距離から取って。危なかった。離れてくれ。そこに一体いるぞ。離れて。もう少し距離を空けて。道を行けて。しかし頼む。道を開けて。どこにいる。そこだな。離れてくれ。ゾンビに近づきすぎないようにしてくれ。何度も言ってるぞ。離れてくれ。やるか。こっちだ。こいつ知性があるな。おい、そっちじゃないぞ。お前の技はこっちだ。下がれ。まだやるか。東京だけは見られる。皆さんもお気が合いませんか。大丈夫ですよ皆さん。もう少し反応してください。今危険な状況でした。大丈夫でしたか。元気じゃないか。元気だ。
見れて私も嬉しいです。まだ油断しないでくれ。では一度私は巡回をする。皆さんどうかご無事で、何かあったら我々ブルーロン隊を呼んでください。大きな声でブルーロン隊を叫べば皆さんのモノレールを解決します。
声に耳を傾ける。一体どういうことですか？ゾンビたちと会話をするということですか？隊長、しかしゾンビや吸血鬼たちが未練を残し、その未練を、呪いを解除することがこのオペレーションを完全に成功に導くために必要なことだということは、私は間違っていません。皆様、本日はご協力誠にありがとうございました。私は引き続きゾンビたちの声に耳を傾けたいと思います。では、失礼します。